1曲目、オリジナルで、自由になろう Let Be Free という曲を、やります。すれ違う車たちも僕らとは気づかない。自由になろう Let's be free ありがとうございます。1曲目ちょっとうるさかったかもしれないんですけれども、 Let Be Free というオリジナル曲をやらせていただきました。お初の方もおられますので簡単に自己紹介なんですけれども、地元浦和の高校で、同級生だったメンバー3人で、バンドを組んでおります。僕が平野と申しまして、ドラマが、平沢、ここで平沢平野という、2人が1年7組という教室で出会いまして、ピアノの秋山美代子さんはその後ちょっと入っていただきまして1年8組どうでもいいですけどね1年7組平沢平野プラスということで、この2年ぐらいやらせていただいてます。だんだんと、曲が増えてきまして、だんだんと、
2020年も終わりに近づいてまして、だんだんと皆さんも仕事を納め、来週ぐらいですかね、だんだんと仕事を納めで、だんだんとコロナの状況も良くならないかなと思うこの頃ではありますが、2曲目は久しぶりのユーミンをちょっとやってみたいと思いますが、今までの振りで何をやるかお分かりになりましたでしょうか。笑っちゃった、しんみりした。パールピアスですね、アルバムパールピアスに入っている、まあ40年近く前になりますが、ユーミンの曲でダングダングと書いて、ダンダンという歌を、秋山美代子ボーカルでやらせていただきます。お願いします。
あの今日5月なのでお許しください。はい、ありがとうございます、ユーミンのダンダンという曲を、聴いてもらいました。今回あの2番手ということで、あのここ3ヶ月ほどですねラストくじだったので、今日はラストくじは下げたいと思ってたら、あの意外と早い出番でした。この後ちょっと食べたり飲んだりいろいろして皆さんの曲を楽しみたいと思います。20回、まあ出させていただきまして、まだまだあの藤代先輩や次郎先輩にも足元には及びませんけれども、来年も、だいたいあの先ほども月2回という話がありまして、あの後半にちょっとエントリーをさせていただいております。やっぱり3人で曲を合わせますので、あのピンの方でしたら急に思い立ってこれっていうのもあるのかもしれないですけど、3人でやりますので、ちょっと練習も ありますので、後半の方で、4月までちょっとエントリーのさせていただきました。来年もですね、あの宮内家で、やらせていただければと思います。あのこの状況下であのオープンマイクに出るということ自体がですね、まあ、本当に音楽が好きな皆さんだと思いますし、その中の、一組であることを、まあ、ちょっと、音楽好きということで誇りを持っていきたいと思います。3曲目なんですけれども、私のオリジナルで、ロンリーシリーズ3部作というのがあるんですけれども、あの去年あのバンドでロンリーブルースという曲をやって、あとソロで時々ロンリーボーイという曲をやって、今日ですねやるのがロンリーメモリーズというロンリー3部作の、完全版と自分で言っておりますが、ロンリーメモリーズという曲を、今年最後ということでやらせていただきたいと思います。来年もどうぞよろしくお願いいたします。Lonely Memories. One, two, three, four. Bodomoni furi sosogu ame no.やけに耳について離れない、何もない僕の胸には、時さえも凍りついている。誰かにあげた愛の重さが今さら胸を切なくさせる。もう一度声が聞きたい。だけどもそれはただの一芝居。唇を噛みしめて
歩いてる地下鉄の階段がやけに長く感じられてしまう。1年7組皆さん平野小松でした。来年もよろしくお願いします。